知らない人いるかもしれないけど肉会っていうねあの集まりがあるんですよ僕はいはいはいとえ石川会と斎藤まあ畑中佑祐八代拓中島し樹と僕とあと千代優真か華やの七人いるその肉会っていうものをね本当に令和になる瞬間ですよいたんですよ僕はカニ食べててそうそうそうでその瞬間にもう0時過ぎてみんなであ 令和にななりましたたねみいなことんすごい楽しかったんですけど、えーうん、なんかね、まあ、これ、またこんなところで話すとあれだけど、ヨシキがね、すごい楽しかったのか、すごい飲んでね。え珍しい。<laughs> 珍しくすんごい酔っ払ってて。飲ん、そんな飲んだくれてるの見たことないですよ。そう,そう俺も初めて見たんだけど、<ー>しかも、あの、本当解散のタイミングには、本当前後不覚になるぐらい、 え立ち上がったらふらついちゃうぐらい酔っ払ってて、その瞬間になんかこう、みんなが、すごいヨシキに優しくて、もうみんなで解放しながら、もう会計もバーって済ませて、ヨシキタクシーに乗せて、斎藤聡馬が一緒に乗って、家まで送るみたいな。いやーなんか、こいつらこんな優しいんだなって思って。あんま。あれあれ梅ちゃんはそこに参加してたんじゃないんですかそいや僕もあの、おかげで、の中のメンバー。ヨシキがね、最初一人でも、 パパパって帰ろうとしちゃったから、危ない危ないっつって、みんなで解放して、率先してやりましたけど、いや、なんか、いい、いい奴らなんだなって思ったよ。その時に。ああ、でも、そっか。そう。7人でね、完全に集まって二次会までやるのは久しぶりだったんで。すごいね。大体だいたい僕が一次会でもう帰っちゃうんで。今回は今回はまあ、せっかくだからね。令和になる瞬間をということで。あ 翌日、よしきから、うん。何か連絡とかあったんですか翌日、なんか3日後ぐらいにね、すごい酔ってたのかなごめんなさい、みたいな。次は怒ります、みたいな。空白の一日が、気になるとこですね、それはね。いやでもね、でもなんかその最初、あー、ヨシすごい酔っ払ってんなっていうのはみんな分かったのよ。で、よしきが一回お手洗い行った時にみんなで、あー、なんかよしき楽しいんだな、みたいな。恥ずって。よかったね、みたいな。 忙しいからさ、今、よし。ね、そうだよね。飲み会やって、あ、なんか良かったね、みたいな。同世代、だけのね、そういう空気もあるからね。そうそう楽しかったんだろうなって、みんなこう、優しく。へえやってましたけど。え、そう、令和になる瞬間っていうのは、なんかこう、なんかや、やったんですかなんか、あれねみたいな。いやいや、なんか、あー、みたいな。 あ、乾杯とかそうそうかわいいねんかやりましたけどねもう2次会だったからねその時は用意も回ってやりましたけど楽しかったか7人ぐらい集まるとさ会話分裂しない割とあでもまあ最終的には分裂したりもしたけどでもまあみんなそれぞれまあ2次会あると席も変わるからさあそっかそっかまんべんなくみんなとしゃべるえいいねうわいい会が行われてることだ